皆さんこんばんは、 TK です。いつも修行と飛行機チャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。先ほど JAL からなんだか怪しい一通のメールが届きまして、急遽動画を撮ることにしました。メールを開きますと、日本航空より特別招待、旅を愛する皆様へ、新会員サービスクラスエクスプローラーへのご招待、ここまでがメールの件名になっておりまして、これがメール本文の内容をそのまま載せたものですが、まず最初に一番上のインビテーション、これ怪しすぎますよね。よく迷惑メールにこういう感じのあるじゃないですか。そして本文を読むと、もっと驚くことに、なんとAI が招待する人を選んでいますよ、的なことが書かれていたんですよ。私なんか笑っちゃってるんですけど、もうこれ絶対に JAL の名前を語った新手の詐欺か、なんかパスワード泥棒かなんかだなと思ってしまって、この下の URL クリックしたらもう終わるなと思って。それでもまず YouTube でこれについての動画上げてる人いないかなって検索してみたんですよ。でもまだ誰も上げていなくてですね、やっぱり詐欺だったかと思いながら、いろいろネットを検索していたら、一件のニュースの記事にたどり着いたんですね。それによると、何やら JAL と野村総研が合同で立ち上げた JAL デジタルエクスペリエンスという会社が新しく始めたサービスらしく、まあ内容としては、それまでこう人対人対面で行っていたコンシェルジュサービス的なものを AI などを駆使して、なんとかデジタルで提供できないかというのを目標にしているということで、まあ一応実態のあるサービスだったということが判明しましたので、さっき怖くてクリックできなかったのメールの一番下のこれ、ここをクリックしても大丈夫かなと思ったので、リンクをたどってみることにしました。はい、これがトップページになりますが、大丈夫そうですね。何か書いてありますので読みますと、年齢を重ねても子供のような好奇心と冒険心を持って未知の経験を求めて旅する人々がいると。そんな人々を私たちは敬意と愛情を込めてエクスプローラーと呼ぶと。わお。好奇心に耳を澄まそう、新しい体験へ飛び込もう、未知なる世界へ旅し続けようとありまして、かっこいいけど自分ってエクスプローラーなのかって一瞬思ってしまいましたが、その下続けて読みますと、人生を豊かにする体験を AI が一人一人に合わせて提案する入会金年会費無料の会員サービスですということで、4つのサービスが提示されておりますね。まず1つ目、プレミアムオファー、提携パートナー企業とのコラボレーションによる会員限定の特別な体験のご提案とありまして、具体的にはなんか幻のワイナリー訪問とか、フィンランドで白夜ゴルフとか、海外ドライビングアカデミーで高度なドライビングテクニックを学ぶエキサイティングな体験などがございました。2つ目がエクスプローラーリザーブということで、一般には入手が難しい季節ごとの人気イベントや人数限定の特別な体験のお席やチケットを会員様向けに確保ということで、 JAL の機内ワイン仕様のワインセミナーや初日の出フライト、一般非公開の施設でのイベントなどがございました。ここら辺はなかなか魅力的なのかなと思いますね。3つ目がエクスプローラーサポートということで、エクスプローラーの旅を快適にするサービスとしていろいろ出ておりますね。旅の相談やマイルコンシェルジュに加えて、JAL パックロイヤルクラブに入れたり、あと国際線機内 Wi-Fi の無料クーポンや置き忘れ防止タグがもらえたり、あとはホテルなどでステータス優遇が受けられるそうです。サービス4つ目、エクスプローラーライブラリーとありまして、世界地図の上にマッピングされた旅心を刺激する上質な記事ということで、JAL グループの情報誌や多様なジャンルの専門記事、あとは客室乗務員など JAL グループ社員が旅やこだわりの体験について語る JAL オリジナル記事のデジタル版が読めるということですね。自分が入会後、配偶者を招待することは可能と書かれておりまして、あくまで招待制らしいのですが、一体どのような方が招待されているのか、またどれぐらいの規模の会員組織なのか、全然情報が少なすぎて実態がつかめないので、もうどんな小さな情報でもいいので教えていただけると嬉しいです。また、自分にも招待メールが届いたよという人はですね、もし可能であれば年間の搭乗回数とか、なんかそういう細かいところまで教えていただけると、なんとなく見えてくるので、なんとかコメントいただきたいです。また今後はこのクラスエクスプローラーのサービスを利用してみて、実際どうだったのかという動画も出していこうと思いますので、チャンネル登録の方もお願いできるとさらに嬉しいです。またその他にも航空関係の動画たくさん出しておりますので、他の動画も見てください。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。